はい、どうも、じゅんべいです。今日もご視聴していただきありがとうございます。キャンプ場でなかなかパンって焼かないじゃないですか。それでですね、今日はですね、このメスティンでパンを焼いていこうと思います。まあ、今日はまあ室内なんですが、このメスティンを使ってですね、パンを焼いていこうと思います。はい、でまずはキャンプ場で粉を混ぜたり測ったりするのはすごい大変なんで、まあ、これで家でこういうジップロックに入れて持っていった方がいいと思います。で、分量はですね、こちらかこちら、こちらかに、どちらかに出てると思うんで、はい。で、ジップロックもいろいろあって、で、この一人用のメスティンだと、この分量だとちょうどこのジップロックの中サイズがちょうど良かったです、ジップロック。はい。あ、で、あともう一つ、まあ、家でジップロックに計量するときに結構楽な方法がですね、まあ、こうやってちょっと上を折って、で、こういう、まあ、小さいタッパーにこうやって置いてあげて、で、この下にはかりの上にこうやって置いて、で、ここで粉とか計量してあげたらすごい楽で楽ちんだと思います。で、それで、まあ、ここに水以外の分量が全部入っているんですけども、家で水を入れたらキャンプ場に着く頃にはもうイーストが発酵してパンパンになってしまうんで、水はキャンプ場で入れましょう。はい、水を入れていきます。よいしょ。ちょうどこの分量だと100メモリの100のところでいいと思います。 100cc を測ったやつをキャンプ場でこう入れますね。これで水を入れたらちょっと注意があるんですけど、空気をできるだけ抜くようにジップロックの蓋を閉めていきます。はい、こんな感じで空気がほとんど入ってないんですね。で、この状態で、はい、あとはひたすらこうやって混ぜるだけです。で、大体20分ぐらい、皆さんこれは頑張ってこうやってこねてください。で、もしこねてきたら粉と水が混ざって、その空気がちょっとまだこう出てくるんですよ。そしたらまだちょっとちょっとジップロックのこの蓋を開けて空気を抜いてあげてください。意外とまあこれもいいんですけど、意外とこうテーブルの上でこうやって転がしたら結構楽です。はい、皆さん根気よくこれは頑張ってください。本当はこういうこねるやつはボールだったり鍋の中でこう手でガッガッガッってこねた方が本当はまあ早く均一に混ざりやすいと思うんですけども、まあ、なかなかねキャンプ場だと、まあ、いろんなやることがあるのでそうはいかないので、まあキャンプ場だったらこれで手軽なジップロックでやった方がいいと思います。で、まあ、今この、まあ、この時期9月はあったかいんでまだいいんですけど、冬とかだったら冷たいんでなかなか発酵が難しいんで、手でこうこねることによってこのこねてる時間にこの生地が温まるんで、これがですね一石二鳥だと思います。あ、皆さん今からなんですけど、ちょっと後ろにかかってますね、これ。よいしょ。僕の大好きビートナイトエプロンをつけるのを忘れてしまいました。そう、
ちゃんとこうやればやるほど美味しいあのふっくりしたパンが出来上がります。頑張りましょう。このだんだんやってるうちにあの小麦粉からあのグルテンが出てくるんで、だんだん分かりますかね。このほらだんだんこの袋から生地が離れていくんですよ。だんだんこうやってほらグルテンが出て粘り気を持つんで剥がれてだんだんまとまってくるんですよ。いやいや疲れた。はい、で今大体まあ20分ぐらい頑張ってこねました。でまあ、この発酵時間があのまあ時期にはよるんですけど、大体あの40分から60分ぐらいを目安に最初の一次発酵させます。でもあったかい時はもうこのままでも発酵するんですけど、寒い冬とかだったらこの上にこうなんか布とかタオルとかをかぶせたり、それこそ焚き火の近くにちょっとこう置いといたり、テントの中とかでもあったかい状態にして発酵させます。生地がふわーって膨らんでくるんですよ。大体倍になるまで発酵させようと思います。これ結構注意なんですけど、メスティンが買ったばっかりだとまだ結構中がいろいろシーズニングされてない状態なんで、結構ザラザラなんで、このまま入れちゃうともうめちゃくちゃくっつくんですよ。数回使ってで、まあ、だんだんこう慣れた感じになるまで使ってみてください。でこのまま焼くとめちゃくちゃくっつくんで、油を塗るんですけど、キャンプ場に持っていく油って大体皆さん何ですかね。まあ、僕の場合はまあオリーブ油だったりサラダ油だったり、それはまあ何でもいいと思うんで、油をですね薄くですねつけていきます。で蓋の方にも油を薄くつけていきます。はい、綺麗に油が塗れました。で、これでもくっつかないんですけど、さらにめっちゃ念には念をということで、このメスティンの油を塗ったメスティンの中に粉をちょっと薄くですね入れてあげて、蓋をしてちょっとこうシャッフルして全体にまんべんなく均一に粉を行き渡らされます。うわっ、これだ、やば。余分の粉はでまたこの内粉のところに戻しておきます。はい、こんな感じです。薄く塗った油の上にさらにですね粉が付着して、これでですねかなりくっつきづらくなります。今1時間ぐらい経過しました。大体ですね生地が膨らんで2倍ぐらいの量になってきました。これをですね今から成形していこうと思います。ちょっと今から画角を変えますね。ちょっと打ち粉をくっつかないようにちょっと打ち粉をします。生地をですねこうやってジップロックを、こう反対にして台の上に上げていきます。で全体的にちょっとガスを抜いていきます。抜けたらキャンプなんで大体でいいと思うんで3分割します。これをですね丸めていきます。
やって絞るようにして生地をまとめていきます。これで、まあ、ちょっとくっつかないようにちょっと打ち粉をして、まあ、この濡れた固く絞った布巾かのラップとかをこうやってして成形する前にベンチタイムをしてだいたい15分ぐらいこれの状態でちょっと寝かします。はい、これでだいたい15分ベンチタイムが終わりました。キャンプなんで、まあ、別にこの工程は省いてもいいかもしれないんですけども、ベンチタイムすることによって次の成形するときにすごい生地がまとまって伸ばしやすくなったりとかすごい生地が安定するんで、できたらベンチタイムはやった方がいいと思います。で、生地を伸ばすときにですね、キャンプ場って伸ばす綿棒みたいなやつってないじゃないですか。僕はですね、大体キャンプにこのラップを持っていくんですけども、まあ、結構一人で食べきれなかったやつをですねこのラップで結構くるんで、で次の日に使ったりとか余った食材を持って帰るときにですね、まあ、ラップがめちゃくちゃ便利でいつも持っていくん で今回はですねこのラップの芯をこの綿棒代わりにしてやっていこうと思います。で、まあ、こういう3分割にしなくてもこの1個にまとめてでそのままメッセに入れて焼くこともできるんですけども、それだとこの1個そのまま入れちゃうとまんべんなく均一にこの生地が含まれないん で焼きムラができるんですよね。なんで3分割にして食パンを焼くみたいなやり方でこう生地を3つに分けてで均一に生地を膨らませようと思います。で大体こう小判みたいに伸ばしたら生地の中にですねドライフルーツを入れようと思います。まあドライフルーツでもあとまあくるみとかを入れてもすごい美味しいと思います。でこれを折りたたんでこう伸ばします。それをこう端っこからくるくるくるっと巻いていきます。でこれを1個ずつ置いていきます。これで、3つちょうど入りました。これに蓋をしてであとは発酵させます。だいたい30分から40分ぐらい二次発酵させます。今ですねだいたい40分ぐらい経って二次発酵が終わりました。だいたい1点見えますかね、だいたいこの 1.5 倍から2倍ぐらい膨らんだら大丈夫です。これから焼いていこうと思います。今からですね焼いていくんですけどもいろいろ試したんですけどですねこの、まあ、よくメッシングセットでよくやるんですけど S ビットがあるじゃないですか。でこれで最初アルコール燃料を入れてやったんですけど、まあ、ちょっとムラがあるしちょっと火加減がちょっとまあ難しいんですよね。最初は強いんですけどアルコールだとちょっと厳しいかなと思いまして、パンを焼くんだったら、まあ、これでも焼けなくはないんですけど、まあ、できたらこのガスバーナーの方が一定の火力が保てるんでいいと思います。でこのまま乗せてもいいんですけど、
火力が直にダイレクトに来るんで、まあ、できたらこういうバーナーパッドをつけた方がまんべんなく温まるんで焼きムラが防げますね、この方が。それとですね、メスティンって結構使ってたら、なんていうか、ちょっと歪みが出てきて蓋が簡単に開きやすくなって、これ焼くときにまんべんなくこう、今ちょっとできないんですけど、こうひっくり返したりしながら焼くんで、結構もうだいぶ蓋が取りやすくなってるんで、ひっくり返したら蓋が取れるんですよね。でそれを防止するためにですね、このアルミホイルでメスティンを軽く包んでやろうと思います。あんま包みすぎるとこのカルグが中のパンの生地に伝わらないんで、1枚でいいと思います。それとできたらアルミホイルをちょっとこうぐしゃぐしゃにして、こうやってわざとこうシワを作ってあげます。でその方がこのシワになってるんで空気の層ができるんで、火がやんわり伝わりますね。あの焼きムラが少なくなると思います。それでは焼いていこうと思います。でまんべんなく、まあ、コツなんですけど、まあ、舌は最初もある程度、まあ、匂いを嗅ぎながら、あの焼けたちょっといい匂いしてくるんですよ。そしたらこう反対向きにして上の方を焼いていきます。15分ぐらい、したらですね、だいたい焼き上がります。あんまり焦がしたら苦い香りがしてくるんですけど、いい感じで焼けてる時の匂いはプーンとちょっとこう甘い香ばしいような匂いがしてくる。甘い香ばしい匂い の状態を保ちながら全体にひっくり返しながら焼いていきます。で最初に舌と上を焼いたらメスティンの空間に生地がパンパンに膨らんで、そうして初めてこう横も焼いていっても、あのパンパンの状態なんで、あの生地が偏ったりしないんで大丈夫です。でこれで横、反対の横も、そしてあのこの縦のところも、こっち側の縦のところも焼いていきます。こうやったり、こうやったり、こうやったりしながら、だいたい15分ぐらい焼きました。はい、今から揚げてみようと思います。熱いわ。おう！やばい、いい感じじゃないですか。うわ、うまそう。うまっ。うまいね。うまい。めっちゃ美味しいです。せっかくなんでトーストして食べてみようと思います。焼いてもすごい美味しそうですね。うまっ。めっちゃうまい。赤っ。めっちゃうまいわ。うまっ。あっちゃ。はい、いかがだったでしょうか。今日はですね、ガスバーナーで焼いたんですけども、アルミ箔をですね、最初に巻いたじゃないですか。
で、あれの工夫次第では焚き火の上とかでも焼けると思います。で、その場合はもう2回ぐらいこっちの面も被るようにやったら焚き火の上でも多分焼けると思います。まあでもちょっとこうあんまり閉じるとこの匂いが焼いた匂いで判断できないんで、ちょっとまあ難しいかもしれないんですけども、ひっくり返しながらちゃんと焼いたら多分おそらく焼けると思います。僕も今度キャンプ行った時は焚き火の上で試していこうと思います。もう美味しいんで半分ぐらい食べちゃいました。よし、最後までご視聴していただきありがとうございます。またの動画でお待ちしております。